続きだったんだよな。これ、こっちじゃなかったっけ？ここマップ、大きすぎる。ここも通ったことあるのか。これだったの。俺は文化欄ぞ。残り1個。コキ。こっちの方か。
マナ。これだったのか。ちゃんとクエストマーカーつけておけばよかったな。あそこって取った。多分取った。一応セーブしておくか。あれ？たまにマウスが。容器を見つけてきたな。死なせてしまったのではないかと心配していたんだ。ヘブノラークは生前自分の体から血を抜いた。目的は死後自分の力を取り戻し強力なリッチになることだ。容器にはその血が入っている。空にすれば奴がかつての力を取り戻す可能性がゼロになる。リッチになるためだったの。思っているより危険だぞ。だが放っておくと奴は強力すぎて止められないところまで成長してから目を覚ます。これが確認する唯一の方法だ。よろしい。玉座のそばにある壁掛け用食台に容器の中身を全部出してから玉座に座れ。それが済んだらヘブノラークを解放しよう。奴は弱った状態で目を覚ますが、
それでもリッチは侮れない。準備しておくのだ。ここに入るの楽な家を注げってか。花ちゃんが座ってるよ。パーフェクトラックの家。花ちゃん。いい子ね。座ってないのに出てきた。いたわね。止めてやる。これはラッキーだ。お水をあげさせてもらう。その程度？ねえ、ちょっとジョリさん。逃がさないよ。あんたなんか殺してやる。大した腕じゃないわね。蛇のマーク。回線 100% か。感謝する英雄よ。これでやっと休息できる。ヘブノラークの鉄仮面を持っていけ。役に立つであろうし、ここでの功績に対する報酬でもある。これで終わりか。いろいろ手に入れたら。
今といっぱいなんだよ。北海産金の買えるか。敵が近くにいる。レベル上げとくか。おめでとう。ありがとう。玉石の主人の大学から来たっていう男の人とは話したの？夜中に入っても怒られるのか。女だって自分の時間が欲しいの。あっちへ行って。ごめんなさい。これが最後の警告よ。出て行かないと衛兵を呼ぶわ。玉石のピッチャーどこだ。メカコレ。3時なんだから寝てください。この人を話しかけると怒られるのかな。ここはお前のいる場所じゃない。
うわ、ダメだ。女だって自分の時間が欲しいの。あっちへ行って。これが最後の警告よ。出て行かないと。ええ、昼間に来るか。お仕事に行くでしょ、きっと。オルグナム王そういえばこれ、成分、ハウス。これ誰かに届けろって言われてなかったっけ。ファイヤー、ビアード。この辺なんだろうな。なんかできそうだけど。どの MOD だろ。30分延長しました。台風が溢れるってどういうことだ。レプリカ作らない店。
よくわからんが置いてみるか。帰ってきたのね。少しお金をくれませんか。お願い。うわ、地震だ。スカイリムって地震だ。本気で？まさかこれだけあれば市場のもの全部買えるわ。わあ、ありがとう。大事に使ってよ。ユンゴリのコテってどこ行った。あれ、持ってなかったっけ。間違って打ったか。ここか。風でもないのか。これ何なんだ。何かありそうなのにな。
面白がす。こんなもんでいいか。あれ？友達になれて本当に嬉しい。感謝の気持ちを示したいの。気に入ってくれるといいけれど。お尻プルプル。何？この人誰？誰もいないな。ちょっと。ファルク、ファイヤー、ビアード。
やあ、友よ。市長、また会ったな。衛兵をまたご命を失った。ティリウス将軍が、ああそうだった、ラムか。ありがとう。アンマーフェルへ順調な旅をしている間にこれが好きになってね。将軍は私の許可を、これはお礼だ。ウルフリックには必ずや裁きを受けさせなければならない。しかしストームクロークの軍を徹底的に叩くまでそれは不可能です。まあまあ、言っただろ、彼が。主張、あなたを守ると誓ったが、私が最後の砦だ。なんだ？いいだろう。頼まれたものはすべて用意してある。取引が成立することを願う。これまだビルドマスター。何かまともなもんは盗めたか？なあ、教えてくれ。君とブリニョルフとの間はどうなってるんだ？ほら、今回の取り分だ。一緒に散々苦労してきたのに使わないようにしろよ。どうしてこんなひどいことができるの？おいおい、悪いな。ただ私が扱うのは泥棒、おとり、いっそ、それに強奪の仕事だ。大体は住居侵入絡みだよ。この手の仕事は好かないってならデルビンに聞いてみなよ。もっと人に間近で接するような仕事を回してるから。あれあれで終わりだと思ったのか？まだまだたっぷりあるぞ。バカな犬ね。トクトク、主任の間だ。もう一つ特殊任務があるが、彼らはお前を指名してきた。名を挙げているな、間違いない。だがもっと重要なのはギルドの評判も上がっていることだ。その調子で頼むよ。ソリチュードに行き、エリクールに会える。彼はある種の桜を使う仕事をしている。ところで、いっぱいいっぱい、彼はお前のことを必ずしも手放して歓迎しないだろう。だが焦りは禁物だ。ハゲじゃないよ。この仕事を立派にこなせば、我々はそこで大事な友人を作れるんだ。おい、このギルドにはゴールドが必要なんだ。仕事を引き受けずに去っていったら、ここじゃ名を挙げられないぞ。盗賊ギルドのメンバー、フォロワーにできてもいいのにさ。ダメなんだ。おい、トン、ベケルを騙すのよ。デルビンの髪がまさか復活するリカモットがあるとは。デルビンだけが敗臨している。おいおい、あんたとブリニョルフのことはみんな知ってるよ。みんな間違ってます。あれだってクリリンと同じ。知らんかったぜよ。です。実はすってるからハゲだったら、
そのままにしておくと毛が生えます。なるほど、ここでドラゴンボーンはスーパーマルド人になるわけですね。そうなんですよ。ブラックとかブルーとかロゼもあるから。失声よ。この困難な時期に、知っての通りソリチュードの金蔵は戦争によってかなり枯渇しています。重視エリクール、お前は経済に強かったわね。何か提案は？収益の減少は、インペリアルは信頼できる商売相手で、スカイリムにとって商売は有益だ。鉄器に流行った重視ブライリングよ、何か代わりの提案があるの？簡単よ。やっと来たか。自らの資金で戦う。信用できない者と取引する習慣はない。だからデルヴィンに最も優秀な者をよこすよう頼んだんだ。ストームクロークは帝国がスカイリムを食糧化扱いするから逆らうのよ。奪う量に比例してそれはまだ分からないな。約束を破られるほど苛立たしいことはない。商売に悪影響を及ぼすし、時間も無駄になる。デインティスロードのボルフ船長は合意済みの貿易協定を無視し、私の忍耐力を試そうとしている。奴に過ちを気づかせるため、スロードにこっそり乗船し、密輸品を置いてきてほしい。エリクールさん、要件を早く言いたまえ。港のサビーヌニエットからバルモラブルーを手に入れてくれ。レッドウェーブという船の一等航海士だ。手に入れたらそれをボルフ船長の手荷物に入れてくれ。あとは俺がやる。ボルフ船長は今下船している。奴が戻った時、役人が待ち構えていればいい。もう行ってくれ。仕事が終わるまで顔を見せるなよ。わからない。ムーンシュガーが原料なのは知っているが、効率を高めるために様々な材料を加えるんだ。バルモラがまだ健在だった頃は裏の人気商品だった。今では貴重どころじゃない。自分たちが、それに強く禁じられている。バルモラブルーを所持して捕まれば、やたら長いこと監獄でくすぶることになる。失政、ユリウス将軍とはいつ会う約束に？話すべき問題がいくつかあるの。麻薬みたいなもんなのかな、我もダブル。レッドウェーブの乗組員は普通の海賊と異なる。奴らは別格なのさ。また？大抵は沿岸を行き来し、モロウィンドと密輸品をやり取りしている。適正な価格で何でも調達してくれるという噂だ。モロウィンドと攻撃してんのか。いいだろう。もう十分時間を無駄にした。これは公平ではないわ。公正という言葉は政治にほとんど適用されていません、閣下。残念ながらこの事実を受け入れねばなりません。スクマと似たようなものなのかな。バルボラ、ブルー。
語が多すぎるから初見の時は〇〇ってなりますな。本当にそうだよね。メインクエストの寄り道いっぱいしてたから意味が分かんなかった。何周かしてると分かるようになって。違う地方のことまで話に出しちゃいかんよ。二輪ルートは水辺でしか育たず、羽が鳴るような独特の音を立てるの。白ビールとかなんぞや状態でしたな。本当にそれね。まさかあなたの名前だったとは。匂うわ。これはちょっとした親切心からの忠告よ。お風呂に入って新しい服に着替えなさい。この人いつも購入者。それなら私のところに来て正解ね。タムリエルであれを手に入れられるのはもうここだけだもの。探し出すのはもう不可能に近いわよ。買う気はある？高い。非合法の密売品が高すぎたみたいでごめんなさいね。次の商人ギルドの会議に提起するといいわ。まああなたが欲しがっているのは分かったわ。値段は分かったでしょ。その気になったらいらっしゃいな。海賊船に行くと人の名前が海賊船になってるのが笑えましたな。そんなこともあったのか。それはなんとも。この人管理持ってる。そっちワンコがめっちゃ興んどるけど大丈夫なのか、わら。娘か何か。いい子がいい子だから大丈夫。アルモラブルーってどこかで手に入れた気がするんだけど。何を言おうって言うのか知らないけど。邪魔しないで。聞きたくないの。じゃあね。あれま、やったときどうやったっけ。
もしかして下の階層にあるの？危なそうな呪文だな。近づかない方がいい。これで失礼する。危険そうな呪文ね。近づかない方がいいわ。危なそうな呪文だな。近づかない方がいい。バーゲンがある。これ、展示されるじゃない。西中、開けなくても盗めた。ドワーフのメイスか。モロウィンドと攻撃してるんだったらさ、スザンナと変わってもいいのでも。30分延長しました。これじゃないんだ。もしかしてこれか。ウェーブの下。
バルハラ、ブルー。飲み物じゃないの。これも展示されるのか。エビカツ、くれってことか。鉛筆、ロードを買おう。危なそうな呪文だな。近づかない方がいい。うんふん。マスターへの道。向こう、美味しそうだな。叩いてくるのか。そういえば、さっき手に入れたの。こっちの方が強いか。おい、やめてくれ。何？敵対するのか。お前は死んだも同然よ。
勝利の骨にかかる。相手じゃないわ。大した腕じゃない。これで息の根を止めてやる。敵に取り囲まれるのは愚か者のすることよ。めぼしいものないかな。チート、炎の精霊か。ビールを三杯飲み干すと、多くは顔をしかめて、エルフに別れの挨拶をした。それで実際、誰かが死ぬことになると、必ず反撃してくれる。気づかず。また、あんな口の利き方をしたら、あいつを殺してやる。寝ているうちにやってやる。あいつの肉に毒を塗りつけ、きっと気に入るものだぞ。もう一度だけでいいから。かつてストロム M 会の春の夕暮れと同じくらい積んだ女がいたっけな。お酒でも飲んでたのか。上機嫌だ。大学に行けと親父は言ってた。そう、頭を使えと言ってた。あの力、まるで大学のことが分かってるような。秘密の魔法を手に入れたんだな。木をゴールドに変えられる。俺も木をゴールドに変えられたらな。スリは芸術だ。手荒な真似をすることなく抜いて立ち去るだけ。あの商売女め、あれは俺の子供じゃない。別の誰からだ。俺から金をせしめようとしても無駄だ。殺してたまにビールを飲むか。蜂と蜂蜜なんてどうでもいい。今のは何だ。今のは何だ。誰かいるの？こっちだ。これで息の根を止めてやる。これが最後の警告よ。もういいだろう。正直、楽勝よ。失望したわ。これミヤクスダンジョンかな。多分これバニラだと思うよ。なんだっけ、
レインレインピース労働だから。何かの見間違いだ。監獄で過ごす気はない。自首するぐらいだったら死んだ方がマシだ。盗賊ギルドの特殊任務中。全く同じマップだったから勘違いしてた。同じマップなのか。引退したらいつか自分にしまうか。あいつをやっちゃえ。それなら確かに間に合う。間違えちゃうね。死体から盗む方がずっと簡単だからな。これで息の根を埋めてやる。いた。あんたにはもううんざりよ。やった、それだけ。燃えている。相手じゃないわ。楽しみだ。これが望みでしょ。やめて。なんてことだ。もうやめてくれ。降参する。そう思ったわ。今度は賞金額を払って街で自由に。1、この山賊アホや。始末してあげるわ。見つけた。ベロベロパー。逃げてお前の。よくやったわ。すまなかったわ。でもあなたが他の選択肢を奪ったのよ。隠しアイテム解かないの。もう全員始末したか。魔法は弱い者の技だ。もし私との一騎打ちを望むなら武器を手に取れ。ケーキなんて嫌だ。
いたわね。そっちに勝ち目はないぞ。運が良かったな。失望したわ。あ、これに入れろってことか。アルモラブル。ここにもバレンシアあったんだ。なんだ。まあまあだな。それなんだ。エルキュール3。インペリアルは信頼できる商売相手で、スカイリムにとって商売は有益だ。が必要です。連中に頼んでちょうだい。なあ、知ってる。ボルフ船長は今頃監獄に向かっているはずだ。仕事は終わった。これはお前の努力に対する感謝の印だ。おっと、デルビンによろしくな。必要ならソリチュードでどんな店も喜んで再開すると伝えてくれ。だが、閣下はお喜びにならないと思います。いいだろう、もう十分時間を。市長なら何人も見てきたわ。今の人は夫が死んだから市長になっただけ。どうせ数ヶ月と持たずに首を。本当に捕まってるの。ちょっと覗いてみるか。
届けたい。それでも拒まれて。いいこと。ウルフリックはホワイトランへの攻撃を企ててるのよ。やつがよっぽどバカでない限りそんなことをしようとは思わんだろう。人員が足りない。石膏の報告とは違うわね。賛同者は日に日に増えてるわ。リフテン、ドーンスター絶対に何も喋らないわ。けがらわしいホーカーの子め。特に捕まってない。ストームクロークと共にあれ。お前たち帝国の犬なんかに負けるものか。絶対に。